どうも皆さんこんにちは。ミステリー作家の七尾よしです。TBS 金曜ドラマ、100万回言えばよかった第6話をね、たった先ほど見終わったので、視聴直後の感想動画となります。ということでよろしくお願いいたします。第6話、もう6話まで来ちゃったんですね。折り返し地点過ぎたのかな。多分おそらく10話ですよね、これね。はい、だんだんね、あんまりね、正直物語のペースはあまりよろしくないんですけど、どちらかというとね、スローペースな感じはするんですが、徐々に面白くはなってきているなっていう感じがします。特にミステリーのパートね、だんだんいろんなものが見えてきて、いろんな登場人物が出てきて、さあどうなっていくみたいな、ね、まだ未だに、直木を殺した真犯人にはまだ至らないんですけど、なんとなく見えてきた感がありますよねっていうことで、まず、毎回恒例、視聴率をチェックしていきましょうかねということでね、このティビマガさんのデータをね、いつもお借りしてはいるんですけどさ、100万回、前回第5話の視聴率はどうでしたか？ということで、どこだ100万回あったった、これね。はい。というわけで、0.3 ポイント増えてますね。7.4%っていうことで、第1回が7.4、2回目が7.6、3回目が7.1、4回目も7.1、そして第5話が7.4ということで、微減微増といったところですね。大きく落ち込みもしないし、大きく上向くこともないけども、まあ、ここに来てまたね、第1話から第2話の時に0.2ポイント上げていて、で、2話から3話で0.5ポイント下がっちゃったんですけど、で、第4話も7.1、で、今回0.3ポイント戻しているということで、この7.4%っていうのは、第1話と同じ数字ですね。はい。というわけで、第1話から見てくれている人たちが脱落せずにほぼ、見続けているっていうことで、まあ、それなりにね、持続力というか、一回掴んだ視聴者は離していないっていう印象ですよね。テレビのね、視聴率で、云々語るのは、まあ、ナンセンスではあるんですけどね。もちろん、テレビの視聴率が、ドラマのクオリティを決めてるわけじゃないし、今はもう、配信で見てる方も多いですから、テレビの視聴率だけ見てね、一喜一憂するっていうのも、もう今やもう、なんか時代遅れなんですよね。まあ、それでもね、全体的な流れ、要するに離脱とか、途中でどのぐらいの人が見なくなっちゃったかっていうことを推し量る数値としては参考になりますよ。例えばね、今回月9がですね、最初10.5あったのが、今、第6話で6.3%なんですよね。もう4割減っちゃってますからね。4割も減ってますから、かなりこれはテレビの視聴率から見てもですね、かなり離脱しているってことですよね。僕もちょっとテミスはね、途中でちょっと離脱してしまったんですけど、まあ一つちょっと面白みに欠けるなっていうのはありますよね。はい。ただギャラリーは相変わらずね、視聴率だけはいいですよね。内容はちょっとあれですけども、必ずしも、内容のクオリティと視聴率は、一致しない部分はありますね。あとやっぱり枠の強さっていうのもありますね。日曜日21時。この枠はやっぱり強いです。そして100万回言えば金曜日、この枠はね、あんまり強くない枠ですもんね。はい。そんなわけで、第6話ということで、なんとなくね、2人のこの関係性ですよ。この結衣と直木の2人の関係性はね、あんまり進展していかないわけですよね。直木は、要するに、自分はいずれはこの消えてですね、結衣を自分から解放したいと思ってる。まあ、要は、自分自身の今、こう幽霊という存在が結衣にとっての呪縛だと感じているわけですよね。だから自分はもうさっさと消えるべきだと。で、それによって結衣が、直樹のことを吹っ切れて、新しい人生を歩んでいってほしいっていうのが、まあ、直樹の思いではあるけども、その反面やっぱりね、それはそれで寂しいと思ってるわけ。要するに、結衣に新しい恋人ができて、っていうのがなかなかちょっと受け入れがたいものがあるっていう。まあこれはね、まあそれはそうですよね。これはまあ僕だって、同じ気持ちになると思うし、で、結衣は結衣で、幽霊となった直樹と共存していきたいと。まあ姿は見えないけど、気配を感じ取ることはできるわけですよね。あと口笛？
口笛を聞くことができる。あとこの魚住を通して、魚住は直樹の姿が見えますから、魚住を通して会話ができると。まあだから今のこの関係を、今の状態を維持していきたいということで、ゆいはですね、直樹の家に引っ越してくるというね。でそれをなんとか直樹は止めたいと思ってるっていうね、流れなんですけども、まあさっさとね、ゆいは直樹の部屋に引っ越してきてしまいましたということで、まあなんていうかね、恋に恋する女ですか、女性というか、まあ、気持ちわかりますけどね。まあいくら好きだと言ってもね、幽霊と共存しようっていうのはちょっと理解できないですね。もうちょっとなんだろう、彼女のその過去とか、まあ今までのこの人生ドラマの中、人生の中に、彼女がそうなってしまうっていういきさつみたいのがもうちょっと描かれてたら納得できるんですけど、さすがにね、幽霊と共存しようと真面目に考えてしまう女っていうと、ちょっと頭のネジいかれてんのかなっていうか、なんか感情のコントロールができない、合理的な考えができないというか、頭悪いのかなとかちょっと思っちゃったりして、なんか人間的魅力に欠けちゃうというかね、まあ気持ちわからないでもないですよ。愛する人に一途にその思いを残して、幽霊になっても一緒に過ごしてほしい、一緒にいたいっていうね、まあ、そういった純粋な気持ちはわかるけども、現実的に考えるとそれはどうかなっていう、大丈夫かなってね思うわけなんだけど、まあそこら辺はね、まあまあ恋愛ドラマですから、そこの部分はファンタジーでもいいじゃないかとね、夢があっていい、まああんまりね、あの現実を持ち込むっていうのを、リアリティを持ち込んでしまっては、まあ、そもそも恋愛ドラマなんて成り立ちませんからね。まあ、こういうなんかこう恋愛することで頭がねバグってしまう、まあ、恋愛って一種頭がバグってしまうわけですね。恋愛っていうのはある意味こう頭の中がバグってしまう現象でもありますからね。だから恋愛するとほらとんでもないことしでかしたりとか、する人いるじゃないですか。それまでまともな人だったのに、こと恋愛になるとね、表現する人っていますからね。特に失恋とかに、まあ、その人の人間性というものが出てきますよね。失恋する時とかにおかしくなっちゃう人っているじゃないですか、ね。まあ、その人のある意味本性が出てくると言いますか、まあ、恋愛事って、まあ、その人の本性をね、醸し出すとか、浮き彫りにさせてしまう、まあ、ある意味ちょっと怖い感情ではあるんですけども、まあ、ゆいちゃんは、直樹と一緒にいたいとね、まあだけど直樹は直樹で、どちらかというと直樹はリアリストなので、まあ、要するに自分自身の存在が、ゆいちゃんの今後の人生の呪縛であってはならないという、まあ、ちょっとリアリストというか、まあ、まあでも僕も直樹の立場だったらそう考えるかな。やっぱり一緒にいたいとは思っても一緒にいるべきではないと。やっぱり自分ね、現世と来世は共存できないっていうのは、まあ、僕の考えでもありますからね。なんかね、幽霊ってなんかちょっとムカつくんですよね、僕個人的に。ほら幽霊ってさ、なんかこう怖いじゃないですかね。なんかほら、でも結局なんか怖いんだけど、なんかこう思い残したこととかなんかあって、それを僕たち生きている人間になんかやってもらいたいわけですよね。だからなんかこう変なでこう登場の仕方、まあ、夢枕元に立ってみたりとか、暗闇から降って現れてみたりとかするわけじゃない、ね、心霊写真に写ってみたりな、ね、そうやって怖がらせて、なんか人に物を頼む態度じゃないよね、幽霊さん、ね、人に物を頼む時の態度怖がらせてどうすんのって失礼じゃないですか、ね、なんかこう幽霊の人に物を頼む態度じゃないところが僕は非常に気に食わないっていうか、幽霊がなんかいろいろこう思いを伝えるその手段がね、あんまちょっとね納得できないと言いますか何言ってんだろう。まあそんな感じなんですけど、まあ今回ね、まず今回進展していったのはですね、魚住の本音というか、まあ感情気持ちがはっきりしたと言いますか、まあ、前々からなんとなくそれは匂わせておいたんだけど、徐々にこのユイのことを好きになっているのではないかと。でも最初はとても
まあ、要するにお仕事として刑事として、あと、まあ、直樹のことに肩入りして、で彼女のことをとても心配していたんですけども、だん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 情が移ってきたなっていうのはもうなんとなくもう前回あたりから感じてはいたんですけど、今回ですね、直樹にお前あなたさ、宇住さん、ゆいのことを好きなんだろうって言った時に、まあそれをね、認めてしまうっていうシーンがありましたけどね。でまあなんとなくこうゆいが直樹に地図であって、どん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 こう思いを強くしているとね。そんなこの直樹のことが好きなゆいが僕は好きなんだみたいな、あなたのことを好きなゆいさんが好きなんだみたいなことを言う、なんかとてもね複雑な立ち位置にいるわけですよね。まあそうですよね。まあでもこの2人は最終的にくっつくとはとても思いませんけどね、まあ、それはそれでありっちゃありかもしれないけど、恋愛ドラマとしてはちょっと気持ち悪いエンディングかな、落としどころかなと思いますね。まあ彼女は、彼は彼女のことが好きだろうけども、あれだけ直樹直樹って言っててこっちに行くってなんかサイレントみたいじゃないですかね。えサイレントもね、なんか、なんつったっけ、あの子、あの男の子、あとの、あの元彼がのことを好き好きと言っときながら、結局目黒蓮くんに流れてしまうっていうね。なんかこう、友達っていうか、この絆の強い者同士の間を行ったり来たりする女っていうのは、ちょっと信用できないというか気持ち悪いんで、なんかね、最終的にユイとこの魚住がくっつくっていうのは個人的にはあんまりやってほしくないなぁと思いますね。まあかといってなんかそのライバル的な存在はまあ他には登場しそうもないので、まあ今後はちょっとね、この魚住とユイの関係性をまあちょっとこう縮めたり遠ざけたりみたいな感じで、僕たち視聴者をねやきもきさせてはいくんだけど、最終的にはくっつかないっていう展開になるんじゃないかなと思います。やっぱりくっつけない方法がいいっていうかね、なんかやっぱりくっつ最後くっついちゃったら、なんじゃこのドラマじゃないけど安直な感じがしますよね。で相変わらずですね、洋食屋ハチドリのオーナーこの英介ですね、もう怪しいっすねこの人は本当に。なんかね、一番今回怪しいなって皆さんも思ったと思うんですけど、ゆいがですねついに英介に直樹の幽霊が見えているってことを告白しちゃうんですよね。で英介は何言ってんのとかじゃなくて、すごい血相を変えるわけですよ。え本当に見えるのって、え直樹じゃあ何、直樹って誰に殺されたのか直樹から聞けばいいじゃんって言うんですよね。だけど直樹は殺された時の記憶がないって言って、なんとなくちょっと英介がほっとしたような、でちょっと今度直樹とも会わせてよみたいな、なんかちょっと現状をが気になるみたいですよね。なんかこう直樹の幽霊って聞いてちょっと焦りを感じてるというか、彼自身なんか霊体験があるのかちょっと分かんないんですけど、まあある種なんだろう、無視できないんでしょうね。要するにあの可能性として直樹が何かを知っているんじゃないかと。要するにこの自分が犯人だとすると、直樹がこのことで何かを知ってるんじゃないかってことがめちゃくちゃ気になっているから、もう普通だったら幽霊だ、彼氏幽霊なんですなんて言っても何言ってんだって相手にしないと思うんですけど、ことを自分が手をかけた直樹だけに、まあ、気になってしょうがないみたいな、そんな感じでしたね。ちょっとねやっぱり直樹がまあ、死んだ直後のことはね、記憶がないっていうことで少し安心感あったんですけど、なんかねこのドラマところどころそういったご都合主義というか、設定上に何かこう無理があるというか、ご都合主義といいますかね、まあ、死んだところは、記憶前後は記憶がないだとかね、なんかこう触れるものは触れたり、触れる車に乗ったりとか階段登ったりはできるのに、体がいろんなものをすり抜けてしまうとか、こうすり抜けるすり抜けないの違いもなんとなく分かんないっていうのもありますし、あとこの体に憑依できるできないっていうのも今のところちょっとね、よく分からないですね。で今回ですね、いくつかちょっとまた設定上分かったことがあって、これ予告編かなんですけども、予告編じゃないか、この魚住のねお姉ちゃんがいろいろこう過去の
古い古文書か何かの文献を調べていたら、幽霊が憑依できる人もいると。ただ憑依されると命が削られるっていうんですよ。命が削られる、つまり寿命が短くなるっていうことで、で今回ねこの物語の終わりの方で魚住が、苦しみ出したと。まあ、こう命憑依されることで命が削られていくってことですね。まあ、今後、直樹がこの魚住に憑依できない、まあ、シチュエーションが一個生まれたけども、魚住としては自分の命を削ってでも直樹の言葉を彼女に伝えてあげたいっていう、まあ、自己犠牲を払うみたいな展開になっていくんじゃないでしょうか。そしてですね、まあ、この三角関係はともかくですね、三角関係も、父としてあんま進まないんですが、一応いろいろ展開はしていくんですけど、今回やっぱりねここら辺ですね、リオ周りのエピソードが結構いろいろと分かってきましたね。やっぱりこのねリオとね、高原鈴鹿っていうのは強い結びつきがあって、どうもちょっとね彼女はやっぱりお金にものすごく執着していて、でリオはいわゆるサイコキラーというかサイコパスみたいなね、あバタコみたいな存在かと思っていたら実はそうではなくて、案外ですね鈴鹿とかユイのことを思いやっている優しい女性なんですよ。で彼女がですねちーちゃんっていう話、要するにこの二人はどうもちーちゃんっていう人から何かといろいろとこう、恩義があるというか面倒を見てもらってたというか、ちーちゃんというのはねこの武藤千代のことなんですね。これ武藤千代って、この洋菓子刺繍教室を営み少女たちにお菓子作りなどを教えているという、まあ、一応そういう女の人なんですけど、まあ、実態は多分いわゆる売春カルトみたいな感じなんですかね。まあ少女たちにお菓子作りとかそういう刺繍を教えてあげながらも少女たちに何か売春行為とか、まあ、犯罪行為をさせている一種のまあ、カルト集団ですね。あの尼崎の事件でもありましたけど、コミュニティを作ってそのコミュニティのメンバーを支配していると。おそらくこの田中きなりっていうのも、彼女に支配されてマインドコントロールされている、洗脳されている男性の一人で、でこいつが、まあ、結構、彼女の手足となって、まあちらこちらで動いている。でこの田中きなりっていうのがね今回とてもなんだろう、不気味な存在で、こいつはどうも直樹の姿見えてるっぽいんですよね。直樹がですね今回ユイの部屋で菊池、この中には入ってないんですけどね、菊池凛子を演じる、まあ、女性があれ幽霊なんですけど、ユイの部屋にファッと入ってきた時に直樹がそれを認めて、で凛子は逃げるようにしてまた部屋から出ていっちゃうんですけど、それを追いかけるんですよ。追いかけるために一回外へ出るんですが、そう外出た時にこの田中きなりが、外の車の中で待機していて、ずっとユイの部屋を監視してたんですね。で、直樹のが出てきた時に、その直樹をずっと見つめていたんですけど、田中きなりはもしかしたら直樹見えてるのかなって思いましたね。まあ、それにしてもね、菊池凛子さん演じる謎の女性は一体何者なのか。まあ、間違いなく幽霊ではあるんですけども、まだ彼女の正体が見えてこないわけですが、これもやっぱりこの武藤千代にの関係者なんですかね。あとね、相変わらずこのシムンギョンさんのね、これ孫先生って言ったっけ、この方ですね、この先生、旦那さんが魚住にそっくりっていうことで、まあ、今回ね、魚住が、まあ、直樹と一緒にユイの部屋に訪れてくるわけですよね。でちょうどこの先生がユイのこの引っ越しを手伝ってる時に、魚住がやってきて、で、まあ、亡くなった夫に似ているっていうことで、まあいろいろとこうやっぱりちょっとこうドギマギしてしまうんですけど、まあそのことは言えずにいるっていうね。相変わらずこのね亡くなった夫云々、この先生の存在、この物語における存在意義っていうのも今一つちょっと見えてこないんですよね。この亡くなった夫と魚住が似ているっていうのが一体今後どのように展開していくのか、ただ似てるっていうだけなのか、それともこの物語に、この亡くなった夫っていうのが重要人物として大きく絡んでいくのか、
どうなんですか。まあなんか彼女曰くとてもいい人っぽいんですけどね。この悪、この例えば武藤千代とかそこら辺と絡んでいくような人間ではなさげなんですけど、さあ今後どうなるのか。でこの謎の男の幽霊ね、樋口さんですけど、まあどうも彼はどうもお笑い担当ですね。あんまり意味がなさそうです。この物語ではね、あんまり意味はなさそうなんだけど、なんで彼がねこの世にまだ残っているのかっていうのが、まあ一つ大きな謎にはなっているのかな。今回ですね、分かったことは、とにかく、直樹とかこの樋口とかどうしてこの世に残っているのか消えないのかというと、何か強い思い残しがあるからっていう風な、設定がまあほぼ確定固まったということですね。で直樹はじゃあ何に思い残しがあるのかっていうと、やっぱりそれはね、ゆいのことなんですね。ゆいのことが心配で思い残しがあると。だけど、まあこのお姉ちゃんが言うにはですね、事件が解決すれば直樹は消えるっていうんですよ。まあ要するに自分を殺した人間が誰であるのかっていうことが分かれば、それが思い残しではないかみたいなことを言って、まあ彼女は、直樹自身が自分が殺された犯人、自分を殺した犯人が分からないってことが、まあ思い残しだと思ったんですかね、考えてるんですかね。まあそれによって、直樹は事件が解決すれば消えるだろうと。で、直樹自身も消えたいって言ってるんですよね。まあそれを聞いて、ゆいはショックを受けると。消えちゃうんだって。でもそんなことは私には認められないと。でも直樹は直樹で、やっぱり自分は消えたいと。それはね、怖いし、悲しいし、寂しいけども、やっぱり幽霊である以上現世とは共存できないから、そうするべきだと、ゆいを今後束縛したくはないっていうね、まあ、真っ当だなと思いますね。これは非常にそうだよなって、自分に置き換えてもそうだよなっていうことで、なんかすごくこう魚住はいい人だみたいに思うかもしれないけど、これ多分多くの人がそう思うんじゃないかな、と思いましたね。なかなかやっぱりこのゆいちゃんみたいにいくら好きでも幽霊と共存したいって思う人の方が圧倒的少数だと思うんですよね。皆さんどうです、特に女性の皆さんどうですかね。愛する人と幽霊として一緒に共存していきたいですか、この先ずっと。なかなかね、それがそうしたいって思う人は、まあどちらかというと少数だと思うんですよね。まあでもな、例えば恋人ではなくて、まあ自分の例えば子供とかだったらまた話は違うのかな。例えば自分の子供とか娘とかね、子供が死んじゃって、その子供の幽霊と母親として一緒に共存したいっていうのは、まあそれはちょっとわかりますけどね。それではまだわかるけど、ちょっと恋人だとね、どうかなって気はしますね。皆さんどうですかね。家族だったらまだギリ分かりますけどね。はい。でもこのね、2人とちーちゃんですね。なんかとてもこのちーちゃんが邪悪な感じで、で、結局、リオとユイが連絡を取り合ってですね。で、リオとこの2人が接触するんですよ。で、同時に警察もリオの目撃情報からリオの居場所を突き止めて、警察もこのリオ確保に向かうわけですよね。でちょうど同じタイミングでユイがそこにやってきて、で2人がこう会うところでですね、ワンボックスカーがぐわーっと入り込んできて、でワンボックスカーの扉が開くと、ちーちゃんがいるわけですよ、千代がね。でこのリオに中入りなさいって言って、リオを車の中に入れて、そのまま車を走り去っていくわけです。運転手は田中きなりでしたね。それを警察が、魚住が追っかけるんですけど、途中で胸を押さえて苦しみ出す。まあこれはおそらく直樹が憑依したことによって命が削られているってことなんでしょうね。まあその症状が出てしまったと。で、やっぱり鈴鹿を殺したのはリオではないということが今回はっきりしましたね。リオの回想シーンから、リオは鈴鹿の家に会いに行ったら、鈴鹿が殺されていて、でこの携帯に、あなたも こうなりたくなかったら黙ってなさいっていうメールが来てるんですよね。要するに鈴鹿の死体を見せつけて
リオは何も犯人から、鈴鹿を殺したみたいなことをね、告げられて、それを確認しに行ったらやっぱりこう鈴鹿が殺されていて、こうなりたくなかったら黙ってなさいという脅迫を受けていると。まあ、おそらくこれはね、まあ、この流れからいけばそれは千代なんでしょうけどね、千代が、鈴鹿を殺した、まあ千代っていうか、まあ、田中きなり、実行犯は田中きなりだと思うんですけど、鈴鹿を殺して、で実際この田中きなりもね、鈴鹿の家にマンションに出入りしているわけですよね。そうだんだんね、一応この鈴鹿の殺人に関してはある程度は見えてきた。まあ、田中きなりが犯人、実行犯なのかな。まあ千代の命令で田中きなりが鈴鹿を殺して、あんたもこうならね、こうなりたくなかったらあんたも黙ってなさいと千代から脅迫を受けていると。で リオが彼女に、距離を置こうとしているのは、彼女を危険な目に遭わせたくないから、まあ要するに彼女を守ろうとしてるわけですよね。やがてその、千代の毒牙が今後ユイにも向いていくのではないかと、まあ、そういう展開が予想できるわけですけど、それをこの2人がね、なんとか彼女を守っていくっていうね、流れになっていくんですかね。そうなると、ただですね、直樹を殺したのは誰っていうね、田中きなりなのか、まあ、またまだね、英介がね、ちょっとまだこう見えてこないというか、英介は今のところ怪しいんですけど、ただまあ先入観を捨てれば、まあ、ただのいい人なんですよね。今のところ誰ともつながってないんですよ。この千代とのつながりもないし、リオとのつながりもない、鈴鹿とのつながりもないわけですよね。でちーちゃんちーちゃんって言ってて、最初ちーちゃんちーちゃんで誰かなと思ってたんですけど、それはこの千代のことで、でなんかお金をもらうみたいなこと言っててね、お金をもらえるみたいなこと言ってたわけですけども、まあ要するに無理、このもしエイスケが絡んでくるのだとすれば、まあ、ちーちゃんは、千代は、いわゆるカルト、売春カルトみたいなのコミュニティを組織していて、彼女たちが、まあ、要するに、まあ、その女性で、それを斡旋したと。エースケに、鈴鹿を斡旋したみたいな感じなんですかね。で、エースケが殺してしまったとか、もしくは、まあ、きなりは何らかの理由により、鈴鹿を殺した。直樹もね、鈴鹿の部屋マンションには向かってるんですよね。どこで英介が絡んでくるのか、まだちょっとね、英介のことがあんまりこう描かれていないので、まあすごく怪しい。ただね、映像的にはここに来てなんとなくエースケ怪しいぞアピールがちょっと始まってるんですよね。これミステリードラマとかでこれ怪しいぞアピールするときってやっぱり犯人じゃないっていうセオリーがありますからね。なんとなくですけど今回はなんかエースケ怪しいアピールしてるんですよね。どうなんだろう、まあ、あんまりね登場人物もいないんでこれからまた増えていくんですかね。まあ、相変わらずねやっぱりエースケじゃないかなって、エースケしか考えにくいんですけどね。まあ、いきなりねここら辺も前科あたりから出てきたんでね、いきなりまた彼ら以外の人物っていうのが出てこないとも限らないし、今回6話でしょ。で、次回どんな話になるかっていうと、リオを車に乗せた人物が直樹を殺した犯人なのではと、ユイは憤りをあらわにしていたと。一方、突然倒れたユズルは病院で受けた検査の結果、偽性脳腫瘍の可能性があると告げられていた。ただの頭痛だと楽観視していたユズルだが、なんていうもの、お姉ちゃんから
幽霊である直樹とこれ以上一緒にいるなと忠告される。カナエか、カナエから忠告されるわけね。そんな中、リオの行方を追っていた直樹はリエが連れ去られた場所やそこで見聞きしたことをユズルに伝える。ユズルは直樹の証言をもとに単独で捜査に乗り出し、さらに幽霊の原田弥生、あ、これが菊池凛子さんですね、原田弥生が現れ、ユズルにある頼み事をするのだった。と、だから今回この除霊のシーンがありましたけど、何ですかね、この除霊は。除霊をしてほしいってことですかね。今回ですね、リオがね、まあ千代に、まあ、あのワンボックスカーに乗り込んでいったわけですけど、そのワンボックスカーに、この直樹も一緒にねついてってるわけですよね、入り込んでるわけですよ。でそこで見聞きしたことを、ゆずるに告げるということなんでしょうね。リオが連れ去られた場所やそこで見聞きしたことっていうことで、それが一体何なのかっていうことですね。一体どこに連れ去られてどんな情報を得たのか。まだなんていうかこうエースケがね絡んでこないんだよな。なんかね、こう取ってつけたような設定がいっぱい出てくるんだよな、後付けでね。まあ、今回は憑依すると、命が削られる設定、まあ、犠牲脳腫瘍、脳腫瘍の可能性がある、これは幽霊憑依したことが原因ってことなんですかね。後付けでこういう設定がねポンポン出てくるんで、口笛が聞こえるとかね、なんかね全体として取ってつけた感があるというか合理性に欠くわけですよね。もうちょっとなんだろうね、ストーリーはなんか悪くはないんですけど、設定が結構雑だよね。おざなりというか、後付けでポンポン出てきたりとか、なんか全体として思いつきで展開していく感じが否めない。もうちょっとこう特に幽霊設定と幽霊の能力の限界なんかはなんかきちんとね、煮詰めてほしいかなと思いますね。まあね、ミステリー作家やってるとね、こういう設定ちょっとうるさいんですよ。ほらこれ幽霊なのに、これね、例えばここ幽霊なのにほらこう影が映ってるじゃないですかね。え、影が映るっていうことは光は反射してるわけですよね、この彼に当たった、これ幽霊に当たった光は。だって素通りするからここに影できないはずですよね。で壁にもたれかかってるけど、彼は素通りするわけでしょ、体が。だったらふわって向こうに行くんじゃない、だって壁とか抜けられるんだから、こう背もたれでこうなるとふわって向こうに行っちゃうんじゃないかとかねなんかそういうね細かいところが気になっちゃうんですよ。ね、幽霊なのに影ができるのはどういうことなのって、他の人からその影見えないのみたいなね、まあ、そういうことをねついつい考えてしまうんですね。消えるっていうあたりもね、なんかちょっとすごく曖昧というか、なんでなんかこうもう人類の長い歴史の中で、まあ、人類の人口っていうのはね、延べ人数ですよ、過去まで含めた延べ人数全部で何万十億人いるのか分かんないけども、彼みたいにこうやって幽霊がな、こんな短いとこに、身近にね幽霊が少なくとも 3,4 人出てるわけですよね。だったら全世界幽霊だらけになるんじゃないかなと思うんですけど、まあそのなんで彼らが幽霊としてこの世に残っているのかっていう設定もね、なんか思い残しとか、いや思い残しなんて言ったらほとんどの人思い残しあると思うんですよね。その思い残しって言っても、いや思い残しでこの世に残ってしまうのであれば、ものすごいたくさんの幽霊が残ると思うんですよね。なんでそうなってないのかとかね、いや思い残しとかちょっと曖昧ですよね。でそれが解消したら消えるっていうのもよくわかんない。
ねえ。そこら辺の設定がね、かなりガバガバというか雑というかね。だからちょっとね、ちょっと展開も読めないのかなっていうのがありますね。なんか幽霊設定を、まあ、煮詰めるっていうわけじゃないけども、もっとシンプルにね、設定していった方がいいのかな、みたいな。なんかあれはできます、これはできます、できませんみたいなのがちょっとね、多いんだよね、このドラマね。これはできます、あれはできます。だったらこれはどうなのみたいな。でもそれだったら一切そういうことを無視して、例えば、ゴーストニューヨークの幻っていう映画は、あんまりそういうことこだわってないんですよね。だから幽霊の限界、能力の限界とか、そういうのにあんまこだわってなくて、まあ、あんまりそれを気にさせない演出なんですよね。なんかあんまりこう、深くそこら辺は立ち入っていかない。だけどこのドラマって中途半端に、これはできます、でもこれはできませんみたいなことをいろいろ試すじゃないですか。だったらこれができるのになんでこっちができないのとかね。なんで階段登れるのに、体すり抜けるのとか、包丁持てないのとかさ。だから結構そういうのが出てきちゃうんで、下手に、なんか設定を、こう、僕たち視聴者に、こう、これはできます、あれはできません、みたいなことを、中途半端にね、煮詰まってもないのに、中途半端に、こう、見せるから、やっぱり、こう、だんだん話、無理が生じてきて、まあ、今回のように、ちょっと疑問だらけになっちゃうっていうかね。あとやっぱり消える消えないってことですよね。そこら辺なんかも別になんか曖昧にしといてもいいと思うんですけどね。なんか思い残しがあるから残ったとかそういうんじゃなくて、まあまあまあ幽霊として条件はよくわかんないけどもあなたは残りましたみたいなね、そういう設定でよかったんじゃないかな。下手になんかこう適当な条件とかその設定つけちゃうと結局それがね、あらが目立ってくるっていうかね、まあ、こう水をも漏らすの設定ならいいんだけど結構雑なんでね、結構あらが目立ってくるっていうか、まあ、だったらそんな設定最初からしないでもう幽霊ですでいい、今回はたまたまこの人が幽霊として、残ってしまいましたでいいと思うんですよね。はい、まあちょっとねそこら辺がねなんともと思います。そんなわけでね、第6回で次第7回ですから、まああとね、残すとこ7、8、9、4話ですので、まあ今後もね、ちょっとこの話は見届けたいな。まあこのね、今回のクールのドラマの中ではね、100万回はなかなか見応えがあるというか、面白いドラマであるので、まあこれはね、おそらく最後まで感想はできそうです。はい。問題は、グラウドだね。グラウドはちょっとね、ゲットアウトじゃない、グラレディだね。ギャラリーは、まあ、ちょっと怪しいんですけど、はい。まあ、そんな感じで、第7話もお楽しみに。以上、ミステリー作家の七尾よしでした。昨日ね、映画のレビューも上げてますのでね、ぜひそちらもチェックしてみてください。映画はね、日本映画ですね、シャイロックの子供たちをレビューしましたので、ぜひそちらのチェックの方もよろしくお願いいたします。バイバイ。